アデルドのルマンディは、イングランド王ウィリアム一世と、王妃マティルダ・オブ・フランダースの子、ブロアハクエティエンヌ二世の日。アデルド、ブロは、アデル・ダングルテールとも呼ばれた。息子エティエンヌは、イングランド王スティーブンとなった。アデルの少年は、一般的に、父ウィリアムが王位についた1066年から1070年の間とみなされている。彼女は、ヘンリー赤学王の木に、 リの姉であった彼らはウィリアム王のの最も年少の子供であったアデルは高血で、ラテン語に通じた教育のある女性だった。1080年から1083年にかけて、アデルが15歳になった前後に、彼女はブロワクの父エティエンヌと結婚した。エティエンヌは彼女より20歳近く年長だった。1089年、エティエンヌは父の死によって、 家徳を相続した。1096年、エティエンヌは妻の兄ロベール2世と共に第1回十字軍に参加した。エティエンヌのアデルに宛てた手紙は十字軍の指導者としての体験に対する深い洞察が見られ、彼が十字軍にいる間接症としてブロワ博領を統治していたアデルを信頼していたことが見て取れる。1100年、ブロワ博はフランスに帰還した。彼は車に 地図、宝石、その他宝物を乗せて持ち帰り、それらはシャルトルに収められた。しかしエティエンヌは1101年の十字軍に参加するためアンティオキアへ向かったが、ラムラの戦いで戦死してしまう。アデルは、夫が十字軍の指導者として不在であった1095年から1098年、そして1100年に摂政を務めていた。務めには検証を授けるだけでなく、修道士に、 新しい教会を建設する許可を与えることも含まれていた。彼女は摂政を務める間の様々な時点で、シャルトルの聖治部と共に協力し、不拉致な行動をとる、修道所の管理といった、些細なことから、中誠の誓いについての大きな議論に至るまで、所簡を交換した。夫の不在時、彼女は領地を巡回し、紛争を解決し、経済成長を促進させ、さらには、 王との戦いに同行する騎士たちを指揮した。歴史家オルデリック・ビタリスは、巧みに夫の領地と自らの領地を収めたアデルを、賢い気鋭の女性として称賛している。アデルは、夫の死後も、摂政として、統治を続け、1120年に引退するまで着し、ティボーの初期の知性を通じ政治を行っていた。ティボーが、 青年に足しもはや折衝を必要としなくなっても、アデルは検証を発行し、領地の多くで共同統治者として振る舞った。アデラはティボーのための結婚による同盟関係を確保しなかった。ティボーはアデルが引退するまで結婚せず、そのため彼女の息子と領地の両方に対して権力と影響力を維持し続けることができたのである。アデルは1120年から1122年までの 間に、マルシニーにある、クルニー会派修道院に入った。彼女は、自らの肉親である姉妹や名たちが、すでに引退して暮らしていた、ノルマンディーの修道院に引退することを考えていたかもしれないが、彼女はより規模が大きく権威のある、マルシニー修道院に入った。彼女は子供たちと連絡を取り合い、かつて自らが支配していた領地の教会指導者と、対話を続け、一体で、 自らの影響力を保ち続けた。例として、アデルは、息子ティボーとシャルトル司教、ジョフロワの両者に書簡を送り、彼女が暮らす修道院での和解を彼らに思い出させている。彼女は、マルシニーで1137年に亡くなった、エティエンヌとの間に、以下の子供を設けている。アデルの子であることが証明されていない子女は、以下の通りである。ありがとうございます。